月に人類が着陸したのは1969年7月20日のこと。せっかくだからそんな月を核兵器で吹っ飛ばしたらどうなるのでしょうか。どうもこんにちは、リナです。今回は月を核兵器で破壊した場合どうなるのかについてお送りいたします。他にもどんなことが起こるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では行ってみましょう。月破壊計画が実在した。1958年アメリカ空軍はプロジェクト A119 という極秘計画を立てていました。その内容は月を核爆弾で破壊するというもの。冷戦時代当時、アメリカは宇宙開発でソ連に遅れをとっていました。そのためこの計画によってソ連を追い抜こうとしていたのです。これは大陸間弾道ミサイルを月に向かって発射し爆発させる計画でした。また月面に核兵器の発射場を建設しソ連に発射する構想もあったそうです。もちろんどちらの計画も実行されず、私たちは核ではなく人間を月に送りました。それでは月を核兵器で爆破した時、実際に何が起こるのでしょうか。次から詳しく見ていきましょう。大変になる。もし月がなくなったら地球の自転速度は速まり、地軸がぐらぐらと揺れ動きます。地球は1日平均6時間から8時間で回ることになるでしょう。結果気温や1日の時間に変化が生じ、四季もなく年中同じ状態が続きます。何百万年もの間、月の引力のおかげで地軸の傾きは23度から26度と安定していました。しかし月がなくなると地球に働く引力は太陽だけ。その太陽は月に比べて地球からとても遠くにあります。太陽が地球の海面に起こす引力は月の 40% ほどしかありません。したがって月がなくなると潮の満ち引きが小さくなり、潮の流れに任せて漂流しているプランクトンが移動せず、それを餌とする種が絶滅します。生態系がごっそりと変わりかねないのです。超大変になる。月が破壊された場合、爆発の仕方によって地球に大きな影響が出ます。月の質量はおよそ7000ケイトンあり、多くの破片が地球に落ちるかもしれません。2013年2月15日、ロシアのウラル地方チェリャビンスクに隕石が落下しました。隕石の大きさは直径17メートル。総重量は1万3000トン。衝突速度は毎秒 19.2 キロと推定されています。爆発の威力は TNT 火薬およそ500キロトン相当。これは広島型原爆の33倍以上です。この隕石の衝撃波により6つの市町村にある7200棟が損壊。また割れたガラスを浴びるなどして1500人が重軽傷を負ったのです。このような隕石の衝突が数日間から数ヶ月間続いたとしましょう。上空を砂ぼこりが覆い、太陽の光を遮り、地球は真っ暗闇になります。また大気圏で高温になった破片は大気を熱し、地球はオーブンと化すでしょう。たとえ地下に避難したとしても、私たちは蒸し焼きになるのです。大変じゃない？とはいえ、月の表面を爆破するのにどれだけの核兵器が必要なのでしょうか。これにはビキニ環礁の水爆実験で使用された15メガトンの核爆弾が9000個必要なのです。現在ある地球上の核を全て使っても月には全く影響はありません。おまけにそのためには多くのロケット発射台が必要になるでしょう。
結論、月を吹っ飛ばすより前にその準備の方がめちゃくちゃ大変。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。